モーニングジャム。トリフォおもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、真心を伝える伝統の美やめ人形会館の提供でお送りします。さあ12時になるとモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。今週は大名にあるイタリアンレストランリストランテファンファーレのトスカナ風魚介の食べるスープカチューコプレゼント。はい、ミシュランガイドにも載っている美味しいイタリアンのお店のスープ、魚介がゴロゴロっとしてます。それを家で温めるだけで手軽に楽しめるっていうことなんでね、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。はい、行った方が早いと思いますけれどもね。さあそれでは、今日のこの時間はね、そうだな、色っぽい話ご紹介することにしましょう。はい、男性の方からいただきました。中地小浜ちゃん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。兵庫に就職し5年が経って九州なまりの変な播州弁を自在に繰り出していた時の話。九州なまりの播州弁っていうね、よくわからないですけれどもね。独身寮にお袋から電話がかかってきました。はい、あんたもよか年明けん、彼女のできんなら帰ってきて見合いでもするね。よっか、心配せんだっちゃ。この辺がそうなんですね。いやいやいや、ここはもうそのなんていうか、あのお母さんとの会話だから、普通のちっこ弁でしょ。ここにどこの播州の要素があったよ。播州の要素ありましたか。イントネーションがそうなったな。あのさ、俺のちくご弁が間違ってるみたいな言い方やめてください。私のちくご弁は、あの私10年大牟田にいましたから。そうですよね。はい、あんたもよか年やけん、彼女のできんなら帰ってきて見合いでもするね。よっか、心配せんだっちゃ。黙っとってあばってん、播州弁も自由自在になったけん、もうすでに1年交際している彼女のおるばい。おう、明日の休みは2人で六甲山にドライブに行くけん、ほんなこつ心配せんでよかよ。そしたらお袋が、よそ様のお嬢様に至らん言葉せんとよ、俺は父ちゃんと一緒やけん心配ばい、そやけん心配しとったい。これはね、どこのお母さんも言っていたことでしょう。父ちゃんと一緒やけん心配ばい、そやけん心配しとったい。親父は何をしたんだろうと思いながら電話を切りました。そして翌日、彼女と中島みゆきさんの曲を車で聴きながら六甲山にドライブ。はあ、彼女が僕にみゆきさんの曲の中で一番好きな曲はと聞いてきたんで、この空が飛べたらという曲が大好き。みゆきさんが、あーこんなにも、あーこんなにも空が恋しいって歌うと、僕も空が恋しくなる。はあ、歌の話で盛り上がって楽しく六甲山に登りました。はい、六甲の夜景を見て二人のムードはいい感じ、そして彼女に嫌われることを覚悟で僕は言ったんです。今から裏六甲を帰ろうと思うけど、裏六甲はラブなホテルがいっぱいあるやん、そして嫌ならいいけど途中で立ち寄っていい。そしたら彼女がなんと、いいよと言ってくれたんです。うん、え、今なんて、いいよいいよって言ったよね。テンション上がりまくりの僕は、高鳴るドキの胸胸を、いや胸のドキドキを止めることができず、六甲山を下り始めました。そしてラブなホテルを見つけると、その入り口を探しました。でも無情にも満員御礼の満という字が、はい、次のラブなホテルも満、うん、次のラブなホテルも満、とにかく満満満満。自分のことは棚にあげて、お前らラブなホテルに入らんで家でせれ。もうここもちっこ弁ですね、ちっこ弁ですね。家でせれ。
俺は寮やけんできんとぞと心の中で叫びました。でも僕の願いは必ず裏六甲を下り終わるまでラブなホテルは全部満室だったんです。残念やったねと笑う彼女。その時あの歌が心の中で流れました。ああこんなにもああこんなにも苦が恋しいそちょっとやめていただきたいすごいさすが正月特番で上山とちさんとフォークの番組をするだけありますね。そうなんですよ。1月2日の夕方6時からあこんなにもあこんなにも空が空です名曲だからあーこんなにもあーこんなにも苦が恋しいこんな出来すぎた話あるかすごいよ ね、 ねいやこれはすごい次の本には載るんじゃないかこれ CD の方であーこんなにも誰が CD のリクエストするんじゃないよまだ次の本とか全然そんな予定とか計画とかないですけれども出したばっかりですから本当最新刊出たばっかりですよとにかく今、はい、聞けるおもろい家族本 CD 付きすごろく、はい、もう面白い作品がたくさん入ってますから、ぜひね、皆さん楽しんでください、はい、100超えてんじゃないかな作品としてはね、はい、本の中に80数本そして、CD の中にも、はい、パンパン60本入ってますんで、どうぞお楽しみに。じゃあもう一つ、色っぽい話いきましょうかそうですか30代の女性の方、中地小浜ちゃんこんにちは。こんにちは。これは私が今の主人とお付き合いしていた時の話。お家でまったりテレビを見て、まあいわゆるお家デート的な、自然な流れでイチャイチャモード。彼の携帯でメロな音楽を流して何かがスタートもう冬休み入る前にねこういうのもね全部やっとかないとっていうこと彼の携帯でメロな音楽を流して何かがスタート。いい感じに盛り上がったところで枕元からおーいあれおーいおーいと私の名前を呼ぶ声が慌てて枕の下に手を入れるとなんと私のスマホが母と通話中になって、すごいねこれはすごい。ちょっとどういうこと慌てて切って何事もなかったかのように何かを続けてそして何かが終わって母に電話なんか音楽が聞こえよったよあーって聞こえてねあんた今どこにおるとね恥ずかしくなった私はとっさにあーれたいクラブに飲みに来たとなぜか母に強く当たって電話を切りました。皆さん何かをスタートさせるときは枕元にスマホを置くのはおすすめしますすごいねすごいですねこれはおーいあれおーいちょっともうこれはもう耐えられないもうこれ実況中継いやーすごいですねいやいやもう普段のおもろい家族でこんだけの破壊力なんで、本はさぞかしっていうぐらいのラベルですよ。本当すごいですよ、はい、あの聞けるおもろい家族本 CD 付きすごろく、はい、本屋さん、アマゾン、それからウエストで販売中です、はい、でウエストで買える本はあの帯封にね50円のクーポン券が2枚ついてんですね。つまりうどんが合計で100円安くなるっていうことになってます。でこれねあのうどんまあねウエストに入って本だけ買って帰るの大丈夫かなっていうふうにね、あのやっぱ
こう心苦しく思う人多いんですけど、これはねちゃんとね、各店舗に言ってます、はい、あの本だけ買って帰っても全然大丈夫なように、うん、はい、あの各店舗をしてますんで、あのうどんはね後から、うまじうどんでもまたねパワフル福来たるうどんでも、うん、食べに行っていただけたら OK ということになってますんで、どうぞよろしくお願いいた。あーこんなにもあーこんなにも苦が空空おいしい